マトバ TV。 はい、皆さんこんにちは、マトバ TV です。はい、プロデューサー坂本健太郎です。で、今回こちらスケートボード企画にチャレンジしたいと思います。あの、明日からですね、4月1日ということで、4月1日にちなんで41回、あのオーリーってね、そこでこうジャンプするやつがあるんですけど、それを41回飛びたいと思います。で、飛ぶのはあれ、これ 鉄のパイプ、まあ、レールなんですけど、だいたい膝の高さぐらいですかね。失敗しないで41回飛べるまで俺は帰らないっていう企画です。じゃあ挑戦していきたいと思います。7回目なんですけど、ちょっと飽きてきたんで、あのレールのトリックもちょっと入れます。やばい最初からだ、いらんことしなければよかった。おめえ、おおめえ、はい、かい。やったー、40回行きました。だいぶ体力削られますね、これ。今回のマト TV は、この鉄の棒レールですね。明日4月1日なんで41回飛べるかやってみたっていうのを実験してみました。41回飛びました。イエーイ、ありがとう。もう喋るのしんどいあ、チャンネル登録と Twitter と Facebook と Instagram 概要欄にリンク載ってるので、ぜひフォローお願いします。沖縄の魅力再発見、マトバ TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter、Facebook も更新してますので、動画の概要欄のチェックよろしくお願いします。